お疲れ様です。なんか、結構、右往左往したね、ジャンクスタイルです。今日は、あれですか、トミカの日ですね。あと、ホットウィールはポップカルチャーの、まあ、通称スピードショップ、すごい人気なやつね。予約もあっという間に終わったやつの発売日だったんですけど、まあ、私もね、いつものトイザラス様に行って、並んでね、購入してきたわけなんですけど、ちょっと購入品確認しよっか、先にね。待って、どれ、あ、待って、袋から出そう。これ。あ、そうだ、これ出たんですよね。スバルインプレッサ WRX トミカプレミアムの方ですね。これが、あれだね、初回じゃないや、発売記念しようがないからね。あ、そうだ、トミカプレミアム、アンリミテッドですね。トヨタ 86GT。MF ゴーストのやつね。これも買ってきました。ドリームトミカとなんか違うんかな若干なんか細部塗装が増えた気がするけどね。あとホイールとかかな。あとは、ちょっとシャリシャリ言ってごめんな。あとが、あ、そっか、定番トミカだね。もちろん。エクストレイルの紹介特別仕様と、イスズエルフキリクシャですね。買ってますよと。まだあるよね、もちろん。あ、これ。初回特別仕様。そう、お一人様一個なんですけど、いつもね、よくしてくれる中学生、小学生って言ってたらね、中学生で怒られちゃったからね、小学生のイメージのまんまだったから、ごめんなさいね、改めて動画で謝罪するよ。いつもありがとうね、手伝ってくれて。一人一個だけど、その子に手伝ってもらって買えたっていうね、友人の分です。もしよかったら買っといてって言われたんで、買ってました。あ、そうだ、今日トミカの日だけど、あんま人いなかったね。どうでした皆さんのところ。エクストレイルそんな人気ないのかな。ホットイール並びが多いかなーって感じで、トミカの日とホットイールが被った、ごめんね、シャリシャリ言ってる。被った割には少なかったんじゃないかなと思います。で、あ、そう、エクストレイルの、通常版ね。通常から。で、以上だね。うん、ホットイールのポップカルチャーはと、ね。いや、もちろん私もね、買いに行って、まあそのためにね、朝から並んだわけですよ。私が行ったトイザラスさんは、1ケースしか入荷なんなかったんですよね。多いところで3ケースぐらいかな。だいたい2ケース入荷が多かったっぽいんですけど、私が行ったトイザラス様は1ケースだったと。で、もちろん一巡でね、終わっちゃったんで、みんな1台買えたかどうかなっていう、感じで2代目3代目っていうのは、まあ皆さんね、買えなかった状態なんですけど、もちろんね、私もね、1台はね、買うつもり、買える感じだったんですけどね、なんかね、私の前にいた人たちがね、ジャンクのくせに生意気だぞ、それよこせっつって僕の取ってたんですよ。嘘、アマゾンで私予約できてたんですよね、1箱なので、それを皆さん動画見てご存知だから、よかったらっていうか、譲ってっていうか、取ってって言われて、で、結局、1台しか取れなかったんで、それ渡しちゃったら私の分がないっていうね、増車したかったんだよ。だから、アマゾンで1箱予約はしたんですけど、格2と格3のやつがあるんですよね。スカバンとクールコミが3で、他が2ずつで、2ずつも含めてね、半分の5はね、友人にね、譲ることにしてたんで、まあ、開封用にね、もう欲しいなとか思ってたんですけど、なんかね、やっぱ言われちゃったね。いい人アピールだよ。いい人アピールっていうか、最後まで抵抗したんですけどね。だから、あれだよ、人にいいことしたら何か返ってくるから、エクストレイルもこれだ、あれだよ。中学生の子に私頭を下げてね、ごめん手伝ってっつって、買ったからね、ほんと。それも、自分のためじゃなくて人のためだからね。エクストレイルの初回特別仕様、買っといてもらえますかって頼まれたから、なんで。だから、まあ、人に尽くす日でしたね。人に尽くすわからんけど。ポップカルチャーもね、一台お回ししたので、何かきっといいことあるでしょうね、社長。で、みんな忘れてるかもしれないけど、こちらもですね、今日、ヤマダ電機オリジナル、マツダロードスター、ヤマダ電機限定販売のトミカですね。電気屋さん系列の、なんだ、販売店限定のやつ。じゃあ、今年、ね、10月これだけだったから、ヤマダ電機だけで終わっちゃったとか思ってたらね、それどころじゃなかったっていうね。はい、これ予約してたんで、1台受け取ったんですけど、結構
店頭入荷あったなと思ったんですけど、6台は見たな。で他のお店なんか友人から聞いた感じでは12台入ったところもあるみたいなんで、結構あったんじゃないですかね朝一は。まあ、ほとんどの皆さんが多分予約して2台目を店頭で買うっていう感じだったんじゃないかなと思うんですけど、でここまでねホットウィールが画面上に1台も出てないんですけど、これも忘れてる方多かったんじゃないですかね。リューラ LX エディオン様限定で配布されたキャンペーンですね。3週連続キャンペーンがね今月はあったんですけど、カミカミだね。だから第1週はトイザラスさんのマッチボックスですけど、ルートマスターね、ロンドンバスのやつで、第2週がドンキホーテのファイヤーバードでしたね、コレクターズエディションので、第3週が今日こちらエディオンのゴールドカーでいいの、ゴールドエディションなんだ、なんて言ったらいいのかな、これゴールドカーでしたっけです。リューラ LX ね、これも最近で言えばいつだっけ、おととしぐらい出したっけ、ドンキホーテさんから始まった、なんだっけ、パープルパッションがあってロジャーダッチャーとかで、今年あれかエディオンさん続けてだったね、ボンスピーダーとこちらですね。でこれは2000円で1個なんでプロテクターないんですよね。ゴールドとはいえ、まあマット系なんですけど、まあ、結構かっこいいんですけどね。でこれがね、説明しようっていうかいろいろと喋ってたんですけど、位置関係が分かんないと全然分かんない、私のチャンネルを見ていただいてる頭のいい皆様方でも分かんないと思うんで、っていうか編集してて自分でも分かんなかったから改めて説明するとね、相関図的にここジャンクさんちな、はい、でここいつも行くトイザラスな、これがねだいたいね20キロぐらい、これねちょっと今ね画面揺れたかな、ごめんね。でロードスターを受け取ったね、山田電機な、これがもう目と鼻の下じゃなくて目と鼻の先な、これバリ近いバリ近いバリ近い。で通常だったら福岡でエディオンさんのなんだホットイールのキャンペーン取り扱いがあるのが8店舗かな、で現実的に行けそうなの3店舗なわけですよ。でここエディ、これエディオン1な。で、山田電機からエディオンっていうの、だいたい5、6キロもあるかな、3、4キロなんです。だから通常だと、トイザラス行って、山田電機行って、ここのエディオンに行くのが、王道パターンというか普通なんですけど、用事があったもんだから、ここの山田電機までは行って、こう、帰ってきましたよと一旦ね、ここまで午前中で、お昼からジャンクさん家からまた山田電機2店舗目行ってみたんですよね。ロードスター買わなかったというか買えてなかったっていう友人がいたので、もしかしたら店頭売りまだあるかなと思って行ってみてはなかったんです。でこれさらっと言ったけど、これだいたい40キロぐらい40キロぐらいね。で山田電機わざわざ行ったわけじゃなくて、エディオンをね目指して行ったんです。でこのエディオンに行けば最短かなと思ったけど、なんか同じルート行くのもなと思って、しかもちょっと混むしね、土日すっごい混むから、田舎道を通って行ってるんでここに行ってみたんです。でここのエディオンに行こうとしたら2軒目ね、まあ、こっからこの山田電機とこのエディオンもうほとんど近いですけど、知人からここのエディオンが自分がラス1だったよと、キャンペーンかそんなことあると思って、でここのエディオンそんなに栄えてないっつったらあれだからけど、油断してたんです。で昼帰っても全然あるやと思ってたんで、ここのエディオンを選んだんですけど、なかった、うん。なのでここのエディオン3店舗目に行ったわけですよ。でここも近いですね、3、4キロかな、そんなにあるかなっていうぐらいで、でこっからまたこうジャンクさん家に帰るよっていう工程を経ましたよっていう感じですね。だからまあ本当このルートで行けたらよかったんですけど、ちょっとここまでたどり着かなかったというか、ちょっと時間的に厳しかったんでっていう感じ。これをもらうためには2000円分何か買わなくちゃいけないんですけど、まあエディオンさんのねホットウィールの在庫が素晴らしいこと
マジでよく買うものがない買うものがないって言われるじゃないですか、コレクターズエディションとか、まあキャンペーンの時にね。それってさ、この状況を見てそれを言えるっていうぐらい、私が言うぐらいない。なんだろう、まあ謎者もないし、プレミアムラインっていうかもうほぼほぼないし、なんかもうちょこっとね、ホットイールベーシックカーの単品販売があるような感じで、そんなにそんなにって感じだったんです。でも、まあ、苦渋の選択で選んできたこれ。NSX タイプ R、 なんかかわいそうだったからね、もらってきたちが取ってきた。700円、ちょっと安かったしね。いつだこれ、マウンテンドリフターズだよ、これが入ってた時だよ。うわ、去年だよね、ずっと俺残ってたんだ。カードちょっとふにゃってなってるけど、まあ、あとこの2台はね、まあ最近出たワイスピのやつですね、40円上がってら。これさ、マキシマたんすけど、これよくよく考えたら、来週出るバンドルにも入ってるよね。バンドル私間違ってて、っていうか保険でなんとなくね、アマゾンさんに予約してたらキャンセル期限切れてて、キャンセルできなくて、多分来週もこれ届いちゃう、これだね、これが入ってたよね、確か。届いちゃうんすよね。だから我が家に、なんであんのこれ。買った後で、あ、やべえ、来週もこれ来るわ、みたいな感じになってましたね。あと、まあ、ちょっとこれは不人気さね、ジュリアスプリント GTA。何があったっけ、もうラインナップわかんねえや。あ、でも、そっか。結局、インテグラ以外は全部残ってるか。結構、いろんなとこにね。あ、これも、まあ、いいか、もう、と思って。めんどくさくなっちゃって。だから、単品販売の分が、いくらだっけ？なんか300数十円？結構高めだったんですけど、いくつか買ってね、2000円乗っけようかなとか、いろいろ計算してたら、もうほんと面倒になって、もう、でも、じゃあもうこれ3つ買ったら、もう2000円乗るからいいじゃん、とか思って買っちゃいました。まあ、だからいつも言ってるけどさ、2000円出してこれを買って、あとおまけにホットイール何かしらついてくるよっていう感じっていつも言ってるけどさ、それにしてもだよ。だから、なんだろう、私が行ったその2軒目のエディオンさんっていうのが、3軒目のエディオンさんっていうのが、マジで、なんだろうな、頭にあるじゃないですか、スーパーとかホームセンターにホットイールが置いてあるよっていうお店がね、それ以下マジでないからね。どうすんだろうねというか、だから私が行った時点で4個あるよって言われて、じゃああれだよ、これエディオンさんがねない地域の友人とかいるからさ、じゃあなんか4000円分買って2個ねゲットして送ってあげようかなとか思ったけど、いやマジでなくて、ほんとごめんと思って、4000円ちょっとここでは無理だわみたいな感じでしたね。だからこれ買っちゃったからさ、プレミアムラインもほとんど種類がもう残ってないのよね。どうすんだろうね、あと3個残ってんだけど。でこれをねいただいたエディオンさんまあの近くで西松屋さんまがありまして、そこにね、お前が持ってなさそうなバイブカーパックあったよとか知人から聞いてたんでね、行ってみたらあった。リモートアドベンチャーですか、とデザインラボ、これやっとゲットできたよ、これ欲しかったんだよね。あとカーミート、これも欲しかったんだよ。これはちょっとね、またゆっくりね見よっかなと思いますんで、明日かな、明日やろうかな、これはちょっとね、なんだろう、解説したい、レビューしたい、レビュー魂にね、なんだろう、火がつくね。なかなか見応えのあるセットが手に入ったんで、よかったですね。んで、帰りにバースデー様がありましてですよ。結構いろんなとこ行ってるでしょ、今日。バースデー様、もうそこのバースデーね、結構最近行ってなかったんで、ちょっと寄ってみようかなとか思って行ったら、軽い気持ちだった、行ったら、そうだね、モントラだったんですよね。で、高原通り目があったら買う、ケージラトラ買ってますね、ラトラ。あ、そう、私がいつも行ってる、トイザラス様は、これ発売日には行けてなかったんですよね。ドンキホーテに行っちゃったんで、
で、まあこれは残ってるだろうなとか思って今日行ったら、まあ来週行くからね買おうかなとか思ってたら全然ないんですよ在庫が。なんかね、私の影響で買っちゃったよ、お前褒めてたからねって言われてたんで、自分で自分の首をね締めてるね、マジで。だから今度からあれかな、自分がいいなと思ってもあんまり言わない方がいいかな。で、あと、あ、これも残ってましたね。デモダービー。あ、これ金ピカでね、かっこいいんですよ。で、これね、撮ろうとしたら、結構高いところにあったんですよね。あの、バースデーさんのリバー、ペグがね、結構高いところにあって、落としちゃってね、パキッとね、割っちゃったんですよ。まあ、これは責任持って買わなきゃな、とか思って、買っちゃいました。とか言い訳しながらね、横にいたね小さい男の子に大丈夫とか言われながら、あ、大丈夫だよとか言って買った。ちょっとねカード漏れてるし、ここブリスターもパキってなっちゃってるんですけど、まあでも大丈夫かな、開けてもいいしね、うん、これ綺麗だから開けたいよね、何台でも、あの1台はねもちろん開けてるんですけどって感じですね。あとそうだね、やっぱりダッチチャージャー RT とエレクトリックビッグフットと、あとなんだ、あ、バットモビルがやっぱない感じですね。あとは残って、どこもそんな感じかな？あの、私がいつも言ってるトイザラスさんだけちょっと異常だね。ケジラトラでさえ残ってないっていうね。じゃあ今日はこんな感じですね。ただの購入品紹介になっちゃいました。っていうか手元にポップカルチャーがないからね。あ、ない理由説明したっけ？あの、アマゾンさんに頼んでて、いつも通り、あの、置き配だろうと思ってたら、ヤマトさんで、今回は。で、ヤマトさんに今ある。なので、明日取りに行こうかなと思ってるんで、あの、ポップカルチャーとか、スピードショップね、とか、まあ、その他ね、ホットイールの紹介等々は、明日やろうかな、っていうか、手元にないからできないからね。先にトミカ開封してもよかったけど、なんか、購入品の紹介で、ペラペラ喋っちゃったから、ペラペラ喋っちゃったんで、もう時間も結構経ってるんでね、明日やろうかなと思います。まあでもそうだねあの販売店限定のトミカだったり、販売店限定っていうか、もちろん販売店限定なんですけど、キャンペーンだったりとか、やっぱりトミカもホットイールもいろんなお店にね、今日は行かないといけないという日でしたね。皆さんはどうでしたでしょうか。特になんだ、ポップカルチャースピードショップ買えたよ買えなかったよとかね、どういう感じだったよとかね、あったらね、あの お店の状況がねあったらね教えてくださいね。じゃあここまで見ていただいてありがとうございます。あ、すいません、ちょっと疲れちゃってるんで、もしかしたらコメントの返信等々が遅いかもしれないけど、コメントは読んでるし、あの非常にありがたいと思ってます。すいません、また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。